アーミン共和国。はい、どうもこんにちは、なるみことしーのなるみです。はい、私は毎週金曜日10時半からラインライブ2でお悩み相談配信をしてるんですけども、今回も、配信内で読み切れなかった DM をね、 YouTube の方でも答えていきたいなと思います。はい、というわけで早速本日の DM なんですけども、元カノの SNS をどうしても見てしまいます。一人で死にます。どうしたらいいですか？助けてください。インスタは消してあるけど、 Twitter は付き合ってた頃の投稿消してないんです。はい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 。元カノの SNS を見てしまう問題。ちなみに私は元カノの SNS もうゴリッゴリにもう見ますよ。はい、もうね、名探偵。だからその彼氏のこう Twitter とかインスタとか SNS あるじゃないですか。もうそれをもうある分までも過去までもう一番本当に下でもうこのキュルルルポンしてももう遡っても出てこなくなるよくらいまで私はもう本当にひたすらにもう全部見まくります。はい、それでなんかこの時期にこの女めっちゃいいねしてるじゃんみたいな、いいねだとかその彼氏にいいねしてる女とかももう全部チェックするんで、なんかこの時期にこの女めっちゃいいねしてんじゃんと思って、でその元カノの投稿を見に行ったら、そのなんか記念日おめでとうみたいな、なんか記念日これからもよろしくねみたいな、なんか誕生日おめでとうこれからもずっと大好きだよみたいな投稿とかしてて、いやいや元カノじゃんみたいな感じで、私もよく元カノの SNS 監視するんですけども、なんかさ逆に思うんだけどさ、見て何が悪いのみたいな、なんかそこまでしてくる女怖いみたいな、その男側の言い分あると思うんですけど、見て何が悪いのっていう、こっちからしたら。だってさ、そのね、鍵のついてある実家の引き出しの奥深くに眠ってる日記帳をね、こう南京錠を無理やりこうこじ開けて見てるわけじゃなくて、 SNS っていうのはもう全世界に発信されてるものじゃないですか。じゃあ私が見てもよくない？だってさ、鍵ついてない鍵付きのさアカウントじゃないんだったらさ、別に誰が見てもいいじゃん。私が見てもよくない？と思って、私は全然見ちゃう派ですっていう感じなんですけども、今回の相談者さんは元カノの SNS を見てしまいます。見たらいいじゃん、見てよくないっていう、まあ、そもそも見てよくないっていうのが私からのアンサーなんだけど、まあ一人で死にます、どうしたらいいですか、助けてくださいっていうことなんですけど、私の場合は全然彼氏に言います。はい、彼氏にもうめちゃくちゃ言います。はい、元カノのSNS 見つけたよ、イェイイェイみたいな感じで全然言います。はい、あと元カノの悪口めっちゃ言うんですよ、私彼氏に。なんかその昔のその元カノの SNS とか見て、なんかすごいブスだねみたいな、こんなブスとよく付き合ってたねみたいな感じで、めちゃめちゃめちゃくちゃに元カノの悪口言います。はい、もうそこでなんかちょっとでも元カノの肩持ってくる男きしょい、普通に。だってさ、終わってる女じゃん。終わった女のさ悪口いくら言われてもよくない？何傷ついた顔してんのみたいな。その元カノの悪口を言うことによって1ミリでも傷ついた顔こっちに見せてくんなって思っちゃう。だって私はもう終わってる男の悪口いくら今彼に言われたって傷つかないよ。だって今の彼氏のことだけが大好きだもんで、だからもう終わった男の話をね、いくらね悪口とか言われたところでもう全然、そうだね、うんうん、だから丸々くんと比べて全然大したことのない男たちだったから全然気にしなくていいんだよ、今まで付き合ってきた男の子の中で丸々くんが一番好きだから、なんかそんなしょうもないゴミクズ男たちの過去に嫉妬しなくていいんだよって私だったら言うもんっていうね。そこでなんかさ、今カノさ、元カノがさ SNS に付き合ってた当時のね投稿とかを消してなくてで見ちゃうわけじゃん。でその彼女の不安をどう拭い取ってあげるのかっていうのはね、もう彼氏の力量次第ですよ。そこでさ、なんかちょっとでもさ元カノの肩をな1ミリでも持つんじゃねえってこと、彼女の前で持つなっていうね。だから SNS 全然見るし、全然彼氏にいるよっていう感じ。あれだよね、普通にさ彼氏とのさ幸せだった日々をさ消してない元カノうざいよね。消せよ全部っていうね、全部消せよっていう、普通にさなんか腹立つ、うん。うちらが検索して見えるところに置いとくな思い出よっていうね、消しとけ全部っていう風に私は思います。はい、なので全然元カノの SNS は見ていいし、あなたが一人で病むことないよ、全然彼氏に言っちゃえ言っちゃえって思います。だってさ一人でさやっぱ不満とかさ愚痴とかってなんか言わないと溜まってくじゃん。それのそのさ溜まって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 こう爆発してさ大喧嘩になるよりさ、こうちょっと嫌だなってモヤモヤしたなって思ったその都度その都度さ相手に伝える方が良くないって思っちゃう。小さな喧嘩はねいくらしたっていいわけ別に。でもさ小さい不満を溜め込んでする大きな喧嘩はもうその不満が大きくなった時にはね、もう誰も手がつけられないくらいのもう事故物件なんで、そうなる前にね日頃からね
彼氏に不満を言い合える関係を作る。そして彼氏側もね、彼女がこうちょっと不満とかやきもちとかモヤモヤした気持ちを話してくれたら、こう適当にあしらうんじゃなくて、その都度その都度ちゃんと話聞いてくれたらさ、こっちだって安心するわけ。あ、じゃあもう別に、確かに SNS 上ではね、記録として残ってるけど、ちゃんと彼の思い出の記憶の頭の SD カードからは消去されてるんだなって思ったらさ、別にこっちも安心するわけ。だからさ、その彼女とかがやきもちみたいに焼いてきた時に安心させてほしいよね。そう、もう本当に安心させてくれたらそれでいいから。うん、だってそんなさ、童貞と付き合わない限り元カノっていう存在ってさ、いるもん。絶対存在するし、元カノもいたら元カノとの思い出もさ、いるわけ。それを分かった上で、あなたのことが好きだからこっちも付き合ってるわけだから、もうこの昔の女のことなんかどうでもいい、てかなるみに言われるまで存在も全然忘れてたわくらいのね、そのくらいの感じでね、その別名で保存するなと、思い出をもう消してけ、どんどん消してけ消してけっていうね。だから不安にさせる彼氏が悪いってね、思っちゃうから、安心させてほしいよね。だから元カノの SNS この間見つけちゃったんだけど、なんか人混み嫌いとか言ってたけど、元カノとはディズニーランド行ってたねとか、そういうのはもう全然彼氏にどんどん伝えちゃっていいと思います。それでね、なんか、めんどくさいとかさ言ってくる彼氏だったら、もうその時点で終わり。うん、彼女のめんどくさいとか、そういうモヤモヤした気持ちをね、めんどくさいって言ってちゃんと聞いてくれない彼氏だったら、もうそれはもうね、彼氏の力量ないです、全然。うん、私さ、こっちだってさ、好きでもね、どうでもいいよとかのさ、 SNS 大事なね、時間使って別に見ないわけ、調べないわけ、興味ないじゃん、どうでもいいし別にっていうね。でもやっぱ好きやから調べちゃうっていうね。だからなんでやきもち焼いたりとか、なんか不満を言ってきた時に、なんでそんなこと言ってくるんだろうっていうのを考えた時に、あ、こんなに自分のこと好きでいてくれてるから、こうやって言ってくれてるんだっていうのを理解できる男は、雑に扱わない女の子。うん、なんか、あ、不安にさせてごめんねってね、言ってくれると思いますよ、いい男。それがいい男だと私は思います。はい、というわけで今回のお悩み相談はこんな感じでした。はい、最近はね、 YouTube でもお悩み相談の方を答えているので、その動画の配信会でも送ってくれた DM は読んだりするので、ぜひぜひ興味を持ってくれた方、 Twitter のね、お悩み相談からの DM の方にぜひぜひ DM を送ってみてください。それでは今日も見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。